皆さん、こんにちは。IT ビジネスアナリストの深田萌衣です。今回は、えー、米大統領選、バイデン大統領かトランプ大統領か、あるいは2つのアメリカへ、キーワードはグレートリセットだということについてお送りしたいと思います。その前にチャンネル登録、そして通知って,いってベルマークチーンって押してくださいね。はい、これ何かというと、昨日、生まれて初めての YouTube ライブ放送をしてみました。その時にですね、あの、縫いぐるみの話はいくらでもできたのに、 アメリカの大統領選についてチラリと話し始めるとですね、急に回線が途切れて配信ができなくなるという怪奇現象に見舞われました。今日も言論統制を気にしながら、一部はちょっとぼやかしながらお話ししていきたいと思いますので、えー、皆さん辛抱強く聞いてくださいね。えー、私は今回その3つのシナリオを提案しようと思っています。えー、大統領選3つのシナリオってどういうことかというと、 えー、第一シナリオバイ,デンのナ大統領バイデン大統領のアメリカ第二シナリオトランプ逆転のトランプ大統領のアメリカ第三シナリオ、えー、トランプ、えー、バイデン大統領誕生しトランプ退任しないというカオスのアメリカですね。この3シナリオで考えていきたいと思いますで今回その、まあ、基本的に基本的な構図として、えー バイデン支支持持者ってていうのは別にババイイデデンンしてません <laughs> バイデンを支持してるのではなくってバイデンがグローバリスト側が立てた候補であの今後世界はグローバル化していく一つの一つの地球になっていくんだみたいなねいうそういう思想のもとで流れていくので、まあ、バイデンはあのちょっと何、えー、て言うのちょっと問題があるので、えー、思い通りに操れると思ってる人たちが立てた候補なんですよね。 でそれに対抗するアメリカのあトランプのアメリカっていうのはまあトランプっていうのはあのトランプ支持者たちの思想って、えー、どちらかというとその国益主義ですよね、えー、アメリカが強いのがいいんだと思ってる人たちなんですが、まあ、そのアメリカが強いからって言ってですねアメリカが世界を支配するんだと思ってるわけじゃなくって。その ローカルに根ざした経済を運営している人たち、中小企業の人たちなんかが、まあそのグローバリズムで、によって仕事を奪われ、奪われていくということを嫌ってですね、あの、トランプを支持している。ということは、これはトランプ対バイデンというよりから、グローバリスト対ナショナリストの構図になっているということをちょっと最初に、えー、念頭に置いておきたいと思います。 でバイデン第一シナリオ、バイデン大統領なんですけれども、そのバイデン大統領がなぜグローバリストだというふうに言えるかというとですね、バイデンを支持している人たちっていうのが、基本的に中国共産党、そして中華グローバリストの石膏財閥、そしてソロス、そしてアメリカの大手 IT 企業、アンド・ドリーマーですね。えー、中共石膏財閥ソロス 大手 IT 企業ドリーマー、ドリーマーっていうのはあのオバマが選挙権を与えた不法移民のことなんですけれども、これこの人たちを集めると総称するとまあざくっとグローバリストというふうに呼べると思います。そしてダボス会議ですね、えー。このグローバリストのあの集まる会議の場っていうのが世界経済フォーラム、ダボス会議と呼ばれている会議があるんですけれども。 今年のテーマが、なんと、グレートリセットという謎の言葉が上がってるんですよ。で私、このグレートリセットの書籍を読みました。えー、読んでですね、まあ、いろんなきれい事は書いてあるんですけれども、あこれはあのー、私の解釈ですよ。私の解釈では、要はこの人たちは、アメリカがドルで世界を支配しているのが許せないと。妥当アメリカね。で、その、 仮想通貨やデジタル法定通貨を推してるのもみんなそのグローバリストなんですよね。中国と中国共産党とグローバリストが同時にそうそのデジタル法定通貨を推してるんですが、デジタル法定通貨を推すっていうのはあのアメリカのスウェフトに。 そういう人というあの決済システムに国際決済システムに支配されてる世界が嫌だと思ってる人なんですよね。まあ、これちょっとあの別の動画でシップスについて語った動画でそういう人についても話してる,話してるのでこの辺にちょっとリンク貼っとくのでよかったら見てくださいと。で今の世界の中央銀行って、えー、国から独立した機関であってこの人たちって結構ねその ソロスに支えられてきた人たちが多いんですよ。で、そのソロスっていう人は、まあ、あの通貨危機を何度も引き起こしている人、人なんですけれども。 彼が通貨危機を引き起こせるっていうのはあの中央銀行に自分の腹心がいてですねその人たちから内部情報をもらってるので外貨準備高がいくら残ってるってことが事前に分かってるのでそれがなくなるようにあの空売りを仕掛けて暴落させて大もうけさせてしてきたっていうそういう人なんですよね。なので中央銀行っていうのは基本的に左翼なんです。 でこの「グレート・リセット」という本を読むとですねその「グローバリズムのトリレンマ」という聞き慣れない言葉が出てきますこのトリレンマというのはですねまあ「ジレンマ」は2個二律廃反ですよねでトリレンマというのはこの3つを並べようとしたら3つが成り立たないっていうそういう状態にありますじゃグ,レグローバリズムが何のトリレンマがあるのかというとですね、えー、グ,ロラグローバリズムグロ、えーバリズムえ 国,国,国民国家民主主義のこの3つは同時に成り立たないねっていう話をとうとうと書いてあるわけですよ。グローバリズムと民主主義は成り立,つま成り立ちますよねと国民国家と民主主義は成り立ちますよね。ところがこの3つは成り立たないよねとだってグローバリズムの民主主義と国民国家の民主主義はこれ2つは同時に成り立たないもんねっていうことを書いてあるんですよね。 じゃあ、やっぱり、国民国家の民主主義とグローバリズムの民主主義、どちらが優れてるかというと、一つの地球が、あのね、一つの民主主義で統合できる、グローバリズムの方が民主主義的だし、平和的だよね。ということは、国民国家を打倒しなければならないんだ。そして、その急戦法はアメリカなんだ。みたいなね。そういうことが、えー、書いてないんですが、文脈を読み解くと、 多分そういうことを言いたいんだけれどもはっきりとは書いてないという本でした。でやっぱりこのグローバリストの最大の敵アメリカアメリカを打倒するということでグレートリセットを押せるというのがこのテーマなんですよね。国民国家の民主主義を打ち破るというのがグレートリセットのことなんですよ。なのであのアメリカをどうしてもやっつけたい。でアメリカをやっつけるためのあの。 方策っていうのをずっとこのグローバリストたちは進めてきたんですよねそれがアメリカで行われてきた自虐史観教育なんですよえアメリカでもあるの自虐史観教育って思うかもしれないんですけどアメリカ人はやっぱり自分たちが世界を支配してきたっていうことに対して人道的に問題があったというふうに考える人結構多いんですよねそういうふうに教わってきたんで なので、自分たちが得た権利や富を、その、移民の人に分けてあげないといけない。それがいいことなんだっていうふうに考えてる、本気で考えてる人結構いるんです。それがまあ、自虐士観自虐士官教育があったということで、その、ナショナリストの、 間でで反発が起こってくるんですよね、まあ、そういったナショナリストのグローバリズムに対する反発教育にまで口を差しはかてんでくることの反発によって、まあ、トランパーっていうのは生まれてきたとで日本でもですね日本もねやっぱ狙われてるんですよ。日本がなぜ狙われてるかっていうと日本は戦後アメリカ寄りになっちゃったんですよね。ということは日本も精神的にちょっと貶めていかないとアメリカと日本が助け合うと グローバリストににとってはあの脅威になってくるわけですよなのでまあ,あの日本ではですねアメリカって悪い国なんだよアメリカを信用しちゃいけないアメリカのがだって日本に自虐教育やってきたじゃん GHQ の陰謀だよみたいなことを教える人がいて。 ね、やっぱいるんですよね。まあ、それは事実なんですけれども、あの冷静に考えると、それやってきたのは民主党なんですよ。だから、日本で、えー、自虐史官を植え付けようとした人たちの始まりは民主党で、えー、アメリカでも、えー、自虐史官を始めたのは民主党なので、えー、共にやっぱり民主党とね、グローバリスト、えー、戦争が起こった時に、えーえー、とグローバリストと、 えー、中核グローバリストですね、石膏財閥と国際金融市販というのがくっついて、アメリカと日本を戦争に引きずり込んできた、その人たちが、まだまだ、あのー、なんか工作をしてるんですよ。で、第2シナリオなんですけれども、まあ、これ、トランプですよね。で、トランプが逆転するっていう可能性は、普通にやると結構難しいです。なぜかというと、司法が腐ってるんですよ。で、司法が腐敗してて、裁判官、リスク取らない、えー、裁判官が、 あのトランプが正しいと思ってもサポートすると自分失脚しちゃうリスクがあるんですよねでこれはあのその人たちがもう着替えがないから悪いとかそういうわけでもなくて、まあ、サラリーマン心理をうまくついてるんですよ自分がこの社内の二大派閥がこう逃走してる時に自分は中立でいたいから関わりたくないんだけれどもこの案件をどうするんだお前っていうふうにこう押し付けぎゅっと押し付けられた時に。 風を読まないといけないんですよね、サラリーマンって。そうじゃない、自分失脚するんで。で、まあ風を読んで、あの、どっちが強いかということを必死に計算しないといけない。計算した結果、まあバイデンの方がいい、うまいこといくんじゃないんだろうかということを計算している人が結構多いと思います。で、汚職事件なんかも民主党側の 候補ででであったんんすけれれれどもこれが全然操作されないんでトランプめちゃイライララしてます何があっても民主党側は捜査されないのに、えー、共和党側はですねロ,ロシア疑惑とか捏造して捜査されてるんですよねただトランプ大統領が特別検察官を任命する方向をこう模索中ですこの特別検察官というのは大統領が閣僚大統領や閣僚が不正に関与した 疑いがある場合に捜査を担当する特別職の捜査官のことを指すんですが任命権限が司法長官にあるんですよね司法長官それなのにバー司法長官が尻込みしているそれがもうトランプイライラの原因で最近こうバー司法長官にツイッター上でブチ切れてますで この第2シナリオ、トランプ逆転ね、この特別検察官でトランプ逆転のシナリオなんですけども、あの、ね、も,うもう時間がないんですよ。時間がないので、この逆転も意外と難しいかなと思っています。で、第3シナリオ、2つのアメリカなんですけれども、バイデン大統領が誕生した後にトランプ大統領が退任しないという可能性は結構、 残っていると思いますでこの間もちょっと話をしたんですけど1月6日以降に米軍と CIA の間でタイテロ情報を共有しないよっていうことを、えー、米軍の,の DOD の方が国防総省の方があの CIA に通達しました。ということはこの1月6日以降にテロが起こるということを読んでいるで CIA には協力したくない CIA は民主党側だから、えー、米軍サイド軍のサイドは あのトランプを支持共和党を支持させるということでこれなんかあの今その終わってきてるんですよね、まあ、日本だとちょっと考えられないことなんですけれどもでじゃあ YouTube が言論統制始めたっていうのは何なのかっていうとトランプに真実トランプの支持者に真実を伝えたくないということなんですよねそこにあの何かがあったからバイデンになったんだっていうことを知れ渡るとですね支持者がこう不満を持ってですね じゃあ立ち上がる民主主義のためにだってそ,のそ,のそれは憲法で許されてることアメリカの憲法であの民主主義のために戦うっていうのは許されてることなんですよねなので YouTube 側が言論統制始めるっていうのはやっぱりそのトランパーっていうかナショナリストとグローバリストが正面衝突するっていうことがあのちょっと織り込まれてるということだと思うんですよそしてパウエル弁護士が指摘していたアメリカの IT 大手企業が 選挙をこう操作しようとし,していたっていうことに関してもあの言及していてですねなので、まあ、そういうことも含めるとアメリカの,そのナショナリストたちは、えー、IT 大手企業に対しても怒りをこう爆発させる可能性っていうのがあるんですてあの アメリカの大統領選がかなり揺れるっていうことはここでちょっと1年ぐらい前に書いた本の中で、えー、紹介しているのでよかったら読んでくださいもう最悪な未来が書かれています <laughs> 最悪な未来とかにニコニコしながら最悪なことを語るなという風うに怒られるんですけれどもちょっとあのよ嬉しくてニコニコするのじゃなくて困ったな困っちゃったなこの世の中もう陰謀論よりも現実の方がひどいっていうねこの世の中一体どうしちゃうんだろうという風うに思っていますで今後やっぱりその あのバイデンがバイデン推しの人たちねあとはトランプ推しの人たちでこうどっちの予測が正しいんだっていうことですごくこう,こうコンフリクトがあるんですけれどもどっちが正しくてどっちが正しくないなんてこうアメリカの大統領選自体がもう半々ぐらいでこう割れているところなのにその日本から見てですねそれを あの、評論してもですね、向こうも将来が分からないところなので、こっちも分からないわけなんですよ。ただ、できることとすれば、まあ、3つぐらい、こう、可能性をシナリオとして持っといてですね、第1シナリオ、バイデン大統領になったら、日本どうしたらいいのか、トランプ大統領だったら日本はどうするべきなのか、これ2つに割れちゃったらどうすんのっていうね、そういうことを考えておかないといけないかなと思います。ということで、現実が陰謀論を超えた、<laughs> あの、 詳しくはメルマガに書いてきますのでよかったらメルマガも読んでください。じゃあね